2022明治安田生命 J1 リーグ第34節柏レイソル対湘南ベルマーレの一戦もお楽しみいただきます。柏のスターティングメンバー予想フォーメーションです。まあ、おそらくこの並びになるんではないかと思われますが、前線には J1 初スタメンのマイエ19歳、このアカデミー出身のプレーヤーを入れてきました。湘南のメンバーです、まあ、こちらもおそらくこういった並びになるんではないかと思いますが、今日は左のウィングバックに畑が2試合分の出場、それから2列目平岡も2試合分の出場ということになります。はい、バラダから畑です。大南が寄せますが、平岡も追い越します。畑クロスヘディング、瀬川のヘッド、佐々木がキャッチしました。マテウス・サビオ、柏はここで起点を作れます。2人をかわして運ぶ、アウトでスペースへ、小山津だ、小山津よくここは抑えました。谷、決定機でしたね。はい、まずサビオが非常にうまかったところですね。はい、大南、中3枚クロスが来ます。ヘディングすらした、マイエー、小山津のフリックからマイエー、肩が下げて山本シュート、背後にオフサイドをかいくぐってタリックが出てきます。マチノ、マチノ、マチノコントロールショットだ。エースが自信を持って右足を振りました。シーズン13ゴール、ゴールランクトップに躍り出ます。町野、まあ、うまく出てくる相手を利用して背後を取って、そこからボールをつないだところからなんですけど、まあ、キックフェイントうまかったと思いますし、まあ、タリフが左にいるのでどうするのかなと思ったんですけども、まあ、相手はディフェンダーの立ち位置も見てコンパクトに足を振ったなと思います。湘南は前半の内容を継続したいところ。さて、残りは45分間、今シーズンが終わります。小賀太陽、いきなりプレス、タリクが奪った、入れ替わる、タリクスルーパス、セガワだ、追加点湘南。ハリクのハイプレス、仕上げは古巣対戦瀬川でした。まあ、明確に狙ってたよってことだと思うんですけども、まあ、ブロックからの方もうまかったと思いますし、フィニッシュも角度がないので強くは打てないなと思ったんですが、うまく引っ掛けた感じですかね。はい、右のサイドバックです。小山津から細谷だ、細谷、これはベッド、小山津で1点返しました。柏1対2、54分差を縮めました。まあ、動きを止めずに最後のところまで小山津が走っていたなと、まあ、近い距離での連携も良かったんですけども、まあ、足止めなかったところが非常に良かったですね。はい、細谷は投入されて早速ゴールに直結する仕事をしました。三つ丸、さらにスペースを取りに行く細谷です。かわした三つ丸、三つ丸クロス、もう米本よく戻って埋めてましたね。はい、セカンド拾ったのは大南、大南ミドルシュート、枠には飛ばしましたが谷です、しっかりキャッチしました。柔らかいボール、ヘリング、ウェリントンだったか、ゴールキックです。はい、田口、山田、左足のクロス高く上がってファーから三つ丸、小山津落とす、武藤、決定機でした。わずかに
に抑えが効きませんでした。びっくりスタート。小川はシャープなボールを入れましたがキックがちょっと流れてしまいました。ちょっと慌てたか、まあ、狙いを共有できなかったか単純にキックをミスしたか、はい、試合終了。湘南ベルマーレ自力で残留確定。敵地でしっかりとスリーポイント自ら掴み取りました。